それでは定刻になりましたので、計算科学技術特論 C を始めさせていただきたいと思います。すいません、どこかの拠点、もしかするとマイクのスイッチが入ってるんじゃないかと思うんですが、発言されるとき以外、マイクのスイッチをオフにしていただくようにお願いいたします。それでは今週と来週、東大物理系の尾崎先生に講師として、お話しいただきます。それでは早速お願いいたします。どうもありがとうございます。東大物理系の尾崎です。CMSI 計算科学技術特論 C ということで、第3回と第4回の、講師を務めさせていただきます。タイトルですけれども、OpenMX と DFT 丸1、それから丸2ということで、今日とそれから来週お話しさせていただきます。まずアジェンダですけれども、今回今日になりますけれども、次のような、ここに書かれているような内容でお話ししていきたいと思います。で、この講義のもともとの目的は、CMSI もしくはいろいろなところで開発されているソフトウェア、いろんなソフトウェアに開発されているわけですが、そのソフトウェアをその開発した後にどうやってその継続的にその開発発展させていくのかということに関して、我々のコミュニティの中で情報を共有し、日本全体として開発を盛り上げていくというところに目的があると思いますので、そういう観点でお話しさせていただきます。で、まず概要、OpenX の概要、それから開発公開の経緯、それから開発公開の意図、それから応用事例、それから世界的な DFT ソフトウェア、いろいろなソフトウェアが開発されておりますが、その開発されているソフトウェアの開発状況というものに関して少しご紹介いたします。で、そこから、実際にソフトウェアを開発、公開する上で、どういう段階があり得るのだろうかということに関して、考えてみたいと思います。で、最初のうちは簡単なプログラムを書いて公開するという、その第一歩からスタートしていくわけですけれども、だんだんその本格的になっていくと、やはりそのデファクトスタンダードソフトウェアというものを目指すことに最終的にはなっていくのではないかと。で、そのデファクトスタンダード、事実上の、標準になるようなソフトウェアの条件としてはどういうものが満たされていなければならないかということに関して少しお話をしています。お話をいたします。それから、プログラムの開発において、そこから少し細かいお話をしますけれども、留意していることに関して、私なりの今までの経験に関してお話しいたします。そういう順番でお話をしていきたいと思います。それからそれを受けて、次回ですけれども、もう少しその公開をした後に、私たちのグループでどういうことをしているのかという、非常に細かい話が多いですけれども、実際のところですね、例えばリリースの実際であったり、それ共同開発の実際、それ保守管理、プログラムの保守管理をどうやってやっているのかということに関して、お話をしていきます。で、最後にソフトウェアを育てるためにはどうしたらいいのかということに関して、私なりの、考えを述べさせていただきます。まず、本講義の対象者ですけれども、まず、これから新しいソフトウェアの開発を、始める方、若い方、大学院生だと思いますけれども、そういう方に向かってお話をしていきたいと思います。特にそういう方に、真面目にこれから、ご自身が開発されている、プログラム、その段階ではソフトウェアとは言わないかもしれませんけれども、プログラムを、将来的にその世界的に使われるようなソフトウェアにどうやって育てていくのかという、考える契機になればいいんじゃないかなと思っています。それから開発しているソフトウェアの公開を考えている方、かなりもうすでに開発を長年やってきていても、公開されていないという方もたくさんおられることは存じ上げておりますけれども、せっかく開発されておりますので、私としてはそういうソフトウェアをやはりその公開していただき、広く使っていただいた方が良いのではないかと考えています。そういう方に関しても、
対しても、まあ、本後期が少し参考になるのではないかと思っています。それから、まあ、ファウンダーにならなくても、まあ、公開されているソフトウェアへの開発に、まあ、すでに参加されている方、もしくは参加を考えている方も対象者になるのではないかということです。それから一番最後に書きましたけれども、まあ、いろいろなそのソフトウェアが公開されていますけれども、そのソフトウェアとユーザーの間をその仲立ちするような、まあ、コンサルタントをされている方っていうのが実は最近非常に増えておりまして、そのコンサルタントをされているような方にも、まあ、本講義が多少は参考になるのではないかと思っています。それから、まあ、こういうお話というのはおそらく正解がないと思うんですね。で、各自各各用いろいろなその開発者の方が、まあ、いろんな意見を持たれておりますので、ちょっと最初にちょっとエクスキューズをさせていただきたいんですけれども、私はよくその寺田虎彦の随筆をよく読んで、まあ、学生の頃からよく読んでいるんですけれども、まあ、最近は少しもうあまり目を通さなくなりましたが、時々読み返していますけれども、まあ、その中で、科学者と頭という、まあ、これ有名だと思うんですけれども、そういう随筆があって、まあ、それが非常に好んで読んでいます。で、ちょっと読ませていただきますけれども、この老科学者の読まれごとを読んで、まあ、これ一番最後のフレーズなんですが、不快に感じる人はきっと羨むべき優れた頭のいい学者であろうと。で、またこれを読んで会心の微笑みを漏らす人はまたきっと羨むべく頭の悪い立派な科学者であろうと。で、これを読んで何事をも考えない人はおそらく科学の世界に縁のない科学教育者か科学商人の類であろうと思われる。で、これが原著に書かれているわけですが、まあ、私なりに少しこれを本講義向けに修正しましたのが下にありまして、まあ、この中年の夜迷い講義を聞いて不快に感じる人はきっと羨むべき優れた頭のいい開発者、もしくは元開発者であろうと。で、またこれを読んだというか、まあ、聞いて、会心の微笑みを漏らす人はまたきっと羨むべく頭の悪い立派な開発者であろうと。で、これを聞いて何事をも考えない人はおそらくソフトウェア開発の世界に、まあ、縁のない理論家か、まあ、ユーザーか科学教育者もしくは科学商人の、まあ、類であろうと思われるということです。まあ、ちょっとこれを、まあ、いろいろ講義を聞いた方どう感じるかによって分類ができるかもしれませんが、まあ、そういうところからちょっとスタートしていきたいと思います。で、今日お話ししたいのは、我々が開発している第一原理電子状態計算ソフトウェアの OpenMX に関してです。で、 OpenMX のその基本原理がどこにあるかということですが、密度反関数理論というものに基づいたソフトウェアになっています。で、今日はこの内容に関しては詳細にお話をしませんけれども、まあ、この密度反関数理論というものは1964年と1965年の非常に有名なコン先生の論文の、まあ、定理に基づいています。まあ、それが密度反関数理論と呼ばれるわけですが、まあ、一番最初の1964年の論文は、規定状態のエネルギーは、まあ、密度の反関数で厳密に記述できるということを数学的に証明されました。で、その際ちょっと厳密というのは少し若干語弊があるんですけれども、まあ、その後少しその数学的な証明に関してはレビーという方が修正をいたしまして、今の段階ではここに書かれている言及は数学的にも厳密であると認められています。で、その後、まあ、これはこう書けるということを言っただけなんですが、翌年それを実際に計算する方法を提示されました。で、それが今コンシャム方程式として皆さん使われているものなんですが、規定状態の多体問題は、有効ポテンシャルに対する一体問題に帰着されるということを翌年証明されました。で、これは通常のそのシュレディンガー方程式のような形をしておりますが、これは一体のポテンシャルになっていて、で、この一体のポテンシャルはまあエフェクティブな有効ポテンシャルの形をとっています。で、有効ポテンシャルの一体問題を解くだけの問題に最終的に多体問題に帰着されてしまうわけです。で、ここで出てきたエフェクティブなポテンシャルの中には、
3つほど項があって、まず外場の効果で、これは核の、まあ、ポテンシャルから来るものです、まあ、基本的には来るものです。それから電子の古典的な空論相互作用から来るハートリーポテンシャル、それから一番最後のこの3つ目の項が量子力学的な効果を全て含んだ交換相関ポテンシャルと呼ばれているもので、ちょっと言い方がよくありませんけれども、結局のところ全ての量子効果、よくわからない量子効果というものをこの最後の交換相関ポテンシャルに、まあ、全て押し込んでしまうと。でこの最後の項に、まあ、通常は、極小密度近似であったり一般化勾配近似という、まあ、近似を適用しまして計算可能な形にして計算をしているということになります。いろいろなその第一原理電子状態計算手法というものが、まあ、過去いろいろ開発されていますけれども、まあ、密度反関数理論、まあ、OpenMX が基づいている密度反関数理論というものが、まあ、どこに位置づけられるのかということを、まあ、簡単にご紹介いたします。でいくつかその代表的なものをここに挙げておりますけれども、最も、まあ、あのストレートフォワードで高精度である手法が波動関数理論で、まあ、配置関相互作用、コンフィギュレーションインタラクションの方法として呼ばれています。で可能な全てのスレーター行列式を書き表して、それを線形結合を取り、でその時の、係数 C を決めることで、グランドステート、規定状態だけではなくて励起状態も、基本的に1位に決めることが可能です。でもしこの方法を任意の K、電子の数が N である K に対してそのままストレートフォワードにもし計算を行った場合には、計算の複雑さはオーダー E の N 乗で、まあ、指数関数的に計算量が増えていくと、電子の数に対して増えていくということになります。でこの方法は非常に高精度です。それから規定状態と励起状態を区別なく計算することができます。ただし計算のコストが非常に高いという方法になっていて、なかなかその現実的な100原子であったり、まあ、1000原子、1万原子を取り扱うことは CI、配置関相互作用の方法では非常に難しいことが分かっています。で一方でいろいろな他の手法が開発されていて、密度反関数理論、それから量子モンテカルロ法、多体グリーン関数法等が開発されています。でそれぞれ、まあ、一長一短がありますけれども、まあ、密度反関数理論、この2番目に書いてある密度反関数理論は、計算のコストがまず、N の3乗、電子の数が2倍になった場合に、計算のコストが8倍になるという、そういうオーダー N の3乗の方法になっています。で、この方法の特徴ですが、やはりその最後の、先ほど出てきた、交換相関ポテンシャルに近似が入っておりますので、ここの近似のせいで、精度は若干落ちて中精度、先ほどの CI 法に比べると少し精度が落ちていることは事実です。それからもう一つの制約が、基本的にはこれは規定状態に理論ですから、規定状態の、まあ、現象を扱う理論であるということです。それから、まあ、今申し上げましたけれども、計算コストが非常に小さいという、まあ、利点があるために、現実的な物質科学で議論されるような大規模な系の取り扱いが可能であるという、そういう特徴を持っています。OpenMX はこの DFT、密度反関数理論という方法に基づいたプログラムパッケージになっているということです。で、この DFT が対象とする系と現象を、まあ、ここに列挙いたしました。で、系としては、金属、絶縁体、半導体、界面、アモルファス、分子、生体高分子、溶液等、まあ、物質化学の関与するほぼ全ての系を取り扱うことが可能です。それから実際に取り扱う現象ですけれども、まあ、熱力学的な安定性、力学特性、電動特性、磁性、光学特性、誘電特性、化学反応と、まあ、ここでも同じですけれども、物質化学の関与するほぼ全ての現象を取り扱うことが可能です。ただし少しだけちょっと制約があって、基本的にはその規定状態が関与する、規定状態がほぼ支配している現象に若干限られていると。で、励起状態に関しては少し問題がいくつかありまして、この部分に関しては
現在も開発が進んでいるということになっています。で、まあ、いろんな現象を取り扱えるということですけれども、もちろん万能ではありませんで、近似の問題、交換相関ポテンシャルに導入する近似の制約と、それからたとえそのオーダー N3 乗であったとしても、やはりその大規模な K を取り扱うことはそれほど容易ではありません。宣言子の K を簡単に取り扱うことは実はそれほど簡単なことでもなくて、最近はその K コンピューター等を使うと宣言子程度の計算はだんだんできるようになってきておりますが、まあ、未だに宣言子の計算はそんなに簡単な計算ではありません。そういう精度の問題と、それから、計算サイズの制約というものが DFT には存在しています。で、実際にそのコンシャム方程式を我々は解いているわけですが、このコンシャム方程式の数学的構造をここに示しました。で、3次元の連立非線形偏微分方程式を自己無動着に解く必要があります。で、先ほども出てきましたけれども、コンシャム方程式がまずあると。で、これは、ある意味固有値問題の形をとっています。で、この固有値問題をまず解くわけです。で、解くことによって固有値と固有ベクトルが分かると。で、固有ベクトルが分かると、これを、占有された状態に対して差を取ることで密度が計算できます。で、この密度が次のハートリーポテンシャルを計算するためのポワソン方程式の中に組み込まれていきまして、ここからローが入ってきて、で、その結果としてこの V ハートリーというハートリーポテンシャルが分かるわけです。で、コンシャムの元々のポテンシャルは、先ほどご説明しましたが3つの項からなっていて、エクスターナルポテンシャル、ハートリーポテンシャル、それから交換相関ポテンシャルの3つからなっていますから、ここは原子の位置が分かるとほぼ1位に決まってしまいます。それから銅が決まるとハートリーポテンシャルが決まって、で、その後にこのロー、空間内のローの分布からエクスチェンジコレーションポテンシャルというものが分かって、新たにそのエフェクティブポテンシャルが再構成されるわけです。で、これがこう戻ってきて、もう一回最初のところに戻ってきて、コンシャムポテンシャルとして、ここに組み込まれていくわけです。で、一旦更新されたら、これをもう一回解くことになりますから、これを何度も何度もぐるぐると繰り返し計算をしていきます。で、自己無動着条件というものは、最初に入力した入力電子密度と、計算の結果出てきたこのローですね、出力電子密度というものがイコールになったところで、これが自己無動着条件と呼ばれているもので、これを満たすまでこのループを繰り返し解いていくということをしています。で、この方法に基づいて、OpenMX は作られているわけですが、OpenMX の基本手法をここに列挙いたしました。まず半関数ですけれども、局所密度近似、それから一般化勾配近似、それから、プラス U の方法という、局所的にそのオンサイトの、空論反発の項を直接扱う、補正の項を、入れることも可能です。それからコア電子の扱いに関しては、一般化、ノルム保存バンダービルト儀ポテンシャルというものを使っています。で、規定関数、先ほどのその一体の波動関数、ファイというものが出てきましたけれども、このファイを記述するために、OpenMX は偏分最適化擬原子規定関数というものを用いています。それから空間上、これは連続の方程式を解いていますので、何らかの形でそれを離散化して積分をすることが必要です。で、その数値積分として、逆空間積分法と FFT メッシュの方法というものを使って、数値的に、空間のスペーシャル積分を行っています。で、対角化に関しては、ELPA というヨーロッパのグループが開発された、並列化された固有値ライブラリを使用しておりますし、
それから今日はお話ししませんけれども、大台の方と呼ばれている計算コストが、電子の数もしくは原子の数に対して線形に増大するような方法も実装されています。それから電動計算、電子電動計算を行うために平行グリーン関数法 NEGF 法という方法も実装されています。まあ、これも対角化法の一つとして見なすことができます。で、OpenMX の機能概要をちょっとご説明したいんですが、順番にいきますけれども、今申し上げた通り、密度半関数理論に基づく第一原理電子状態計算ソフトウェアになっています。でノルム保存型キーポテンシャルを使用しており、最適化数値極材規定によりコンシャム起動を展開しています。で基本機能ですけれども、先ほど申し上げましたけれども LDA、GGA、LDA プラス U による SCF 計算が可能です。それから全エネルギー、力の計算、それからバンド分散、状態密度、それから偽ニュートン法に基づく、構造最適化、さまざまな方法が実装されています。それからマリケン、ボロノイ、それから ESP、エレクトロスタティックフィッ、ポテンシャルフィッティングですかね、 ESP チャージと呼ばれている、そういう有効電荷解析が可能です。それからさまざまなアンサンブル、NEB アンサンブル、NVT アンサンブルの下での分子動力学計算が可能です。それから K に電荷をドーピングすることも可能ですし、フェルミ面の解析も、行うことができます。それから電子密度等の解析はキューブファイルを、用いて解析を行うことができます。それから、デフォルトとして偽ポテンシャル、それから規定関数のデータベースが、基本機能としてすでにユーザーに自由に使える形になっております。それから拡張機能としては、見えないかな、オーダー N 法、それから定時スケーリング法と呼ばれている方法が対角化法に対して、実装されておりますし、ノンコリニア時制を取り扱うことが可能です。それから完全にセルフコンシステント、自己無動着な形で、スピン軌道相互作用を取り込むことができます。それ非平行グリーン関数法による電気伝導計算であったり、ベリー層による電気分極なども実装されております。それから最極材化ワニア関数と呼ばれている、コンシャム、軌道の、ユニタリー変換になりますけれども、ユニタリー変換で極材化した軌道を作ることも可能です。それから、例えば電池のような、電極界面でのシミュレーションを行うための、有効遮蔽対法と呼ばれている方法が実装されておりまして、これは電池の例えば電極界面での反応のシミュレーションに使用されています。それから反応の解析を行うためにナッチドエラスティックバンド法と呼ばれている反応経路探索の使用が実装されています。それから角度分解光電子分光との比較を行うためにバンドアンホールディング法という方法が実装されています。それから表面 の, STM の解析をと比較するために、これは非常に簡単なものですけれども、パーソフハマンの方法という方法が実装されています。でここは実は全てではないんですけれども、こういうさまざまな基本機能とそれが拡張機能が OpenMX には実装されておりまして、でこのエラーの機能は、どなたでも自由に使える形で公開されています。でまず OpenMX の開発経緯から順番にお話していきたいんですけれども、 OpenMX の開発は、2000年、15年前になりますけれども、私が、筑波でポスドクをしていた時から開発が開始されました。で3年ほどいろいろと苦しい時期があったんですが、なんとか公開にこぎつけるところまで行きまして、GNU-GPL、General Public License という形で公開を開始いたしました。でその後、この、開発に賛同していただける方が、たくさんおられまして、共同研究として、いろいろな方が開発に参画されるようになりました。でここにも後でお話ししますけれども、いろいろな方が
開発に加わってきております。で、最近ちょっと私忙しくてなかなかリリースができないんですが、最後のリリースは2013年 でそこまでに17回 のリリースをしておりまして、で現在はバージョン 3.7 に至るという開発の経緯になっています。でもう少し続きですけれども、そのプログラム全体は、大体30万行くらいに今なっていて、でこれはプログラム行数の推移、横軸が西暦で縦軸がプログラムの行数ですが、大体この辺から公開が始まって、ほぼ線形に、ちょっとデコボコありますけれども、大体ほぼ一様に頑張っているということがわかるわけです。で今の段階では、3.7 がオフィシャルリリースなんですけれども、最近いろいろとまた頑張っておりまして、35万行ぐらいまで、いろんな機能が今付け加わりつつあるというところです。で論文は大体原著論文として大体300本くらいが論文として出版されています。でその他12回の関連ワークショップを開催しているということになります。これらに関しても後ほどもう少しお話しいたします。で OpenMX の開発者ですけれども、これちょっと全てではないんですけれども、まず日本国内の大学に所属されている方、それから国立研究所、例えば NIMS などに所属されている方、それから海外、例えば、韓国 KAIST であったり、それから CAS Chinese Academy of Science 中国の方であったり、海外の方、それから UAM というのはユニバーシティオートノママドリッドで、マドリッド自治大学の方々も開発に参加されています。それから企業の方も実は結構開発に参加されておりまして、日産であったり富士フィルム、それから富士通の方などもかなりコントリビューションしていただいているという形で、十数年ほど共同研究の開発を進めているところです。でまずその初期の開発公開の、私の動機がどこにあったかということですけれども、新しいその計算手法を開発するプラットフォームを持ちたいという、かなり素朴な動機からスタートしました。で応用計算は、当時から共同研究で進めようと思っていて、でそのために情報共有をする必要が生じ、それほど熟考せずに GNU-GPL で公開を始めたというのが2003年です。そういう非常に素朴なところからスタートしております。で、後でまた申し上げますが、おそらくそのスタートはあまり深く考えない方がよくて、やってしまえばいいと私は思っていて、やってみていろいろな困難にあった時に考えればよいというふうに思っています。で、その手法の開発のプラットフォームが欲しかったということですが、私がどういうその手法を開発することを考えていたかということですが、当時からその定時スケーリング法というものが非常に重要であると、そういう手法を開発することがシミュレーションの可能性をさらに広げるのではないかと考えて開発を進めてまいりました。でここで、いろんな方法、CCSD、カップルドクラスター、シングルダブル、トリプルエキサイテーションの方法であったり、それからメーラープレセットの方法であったり、ハートリーフォックや DFT の方法が書かれておりますが、それぞれの計算コストをここに書きました。で、10倍大きな計算サイズのものを計算すると、ここ N のところに代入すればいいだけですから、これだけの計算コストがかかるということが簡単に計算できるわけです。で、少し思考実験をしてみて、ムーアの法則が、今後20年間続いたと、そろそろ幸っているように見えますが、今後20年間ムーアの法則が続くであろうと、楽観的な見方をして思考実験をしてみると、20年後に計算できるサイズを簡単に見積もることができて、例えばこの CCSDT の方法は、
まあ、残念なことに20年後であっても 3.7 倍のサイズでしか計算ができません。で、ハートリーホック、まあ、このハートリーホックは実はトランケーションが若干入ってますけれども、もし N3 乗の方法であれば22倍のサイズの計算が可能です。20年経ってもそんなに大規模な計算が実はできるわけでもないと。で、この過程はムーアの法則が20年続いて、でかつ並列効率が 100% であるという過程が入っているので、まあ、当然実際のところはこの22よりもかなり下がるはずです。で、一方でこのスケーリングを N の3乗から N の1乗まで落とすことができれば、20年後、まあ、1万倍程度の計算がおそらくできるんじゃないかということで、まあ、計算機の進展を待つというのも一つの手ですけれども、もっと積極的にその新しい計算手法を開発するということが計算科学の、まあ、可能性を広げていくということを考えて、まあ、定時スケーリング法の開発を続けてまいりました。で、そのためのプラットフォームが欲しかったというのが、まあ、最初のモチベーションだったわけです。で、実際に今2000年くらいからそういうことをずっとやってるんですけれども、MAOPMX の中に新しい計算手法を、まあ、実装して、まあ、いろいろと発表をしてきていると。で、まあ、ちょっと一つ一つは述べませんが、まあ、そういうモチベーションのもとでずっと開発を続けています。で、まあ、最初のそのモチベーションは非常に素朴なところからスタートしてきましたが、まあ、少しずつやはりその開発公開の意図はやっぱりちょっと変わってきていることは事実で、もう少しもう少し広くものを見るようになったということなんですけれども、まあ、現在の開発公開の意図は、まあ、簡単にまとめるとこんな感じになっていて、まあ、計算科学、まあ、物質科学といった方がいいかもしれませんが、まあ、計算による物質科学というのはかなり階層構造になっていて、まずその理論手法の開発、この一番の一番下の根っこのところですね、理論手法の開発がもちろんベースにあるわけです。で、そこから、その新しい理論や手法のアイデアに基づいてソフトウェア等を開発していくと。で、このソフトウェアがうまく開発されていくと、これリンゴの木ですけれども、幹がだんだん育っていくわけです。幹が育って、まあ、葉っぱがよく生い茂るわけです。で、最後のところで応用研究があって、まあ、いろいろな実験との連携等もあり、まあ、科学的な成果に結びついていくという、まあ、こういう階層構造をとっていることはほぼ間違いなくて、まあ、順番にこう作り上げていかないといけないわけですね。おいしいところのこのリンゴだけを取ろうと思っても、それは結構やっぱり無理な話で、この土台のところからきちっと作り上げていかないと、まあ、たくさんの収穫は得られないということになるかと思います。まあ、そういうことを考えて、まあ、現在の開発公開の意図は、まあ、手法コードの、まあ、もちろん高度化が重要です。それから共同開発の促進、それから情報の共有等を、まあ、行いまして、まあ、コードの適切な使用例、まあ、手法の限界、データベース化等を行い、まあ、より高度なシミュレーションを作り上げていきたいということで、開発と公開を続けているということになります。で、2003年くらいから公開をしてまいりましたけれども、原著論文、OPMX を利用して原著論文の出版数の推移をちょっと調べてみたんですけれども、こんな形になっていて、まあ、かなり努力はだんだん実ってきておりまして、少しずつこう論文数が増えて、非常に広い世界中いろんなところで使われるようになりつつあるということです。で、実際にこの OpenMX を使ってどんな計算を今までして、まあ、されてきたのかということを代表的なものをいくつかここに挙げました。少しだけちょっと順番に説明しますけれども、これ一番上のものは我々の研究ですが、まあ、実験との共同研究により、ジルコニウムダイボライド状のシリセン構造を初めて、まあ、実験と理論の連携によって実証することに成功しています。それから、2008年ですけれども、韓国のグループがこれを行いましたが、まあ、イリジウム酸化物の新しい絶縁状態、
スピンオービットカップリングとオンサイトの空論反発が非常に強く結合した、スピンオービットインテグレーテッドステートと彼らは言ってますが、そういう新しい絶縁状態を、理論とそれから実験の連携によって、初めて実証する研究にも OpenMX が使用されました。それからトポロジカル絶縁体の理論的予測も非常にたくさん、これは特に韓国のグループ、最近韓国のグループ、チャイニーズアカデミーオブサイエンスのグループと、それから、台湾国立、台湾じゃないです、すみません、シンガポール国立大学のグループによって、たくさん理論的予測がなされています。それから理論、リチウムイオン電池の電極界面の第一元電子状態計算、分子動力学計算もたくさん行われていますし、これは、元素戦略のプロジェクトに絡みますが、磁石材料の計算にも用いられています。それから、電動計算、さまざまな電動計算 NEGF が実装されているため電動計算にも使用されています。それから、BCC 鉄中の金属酸、炭化物積質物の界面、構造予測、これは新日鉄ミキンとの共同研究なんですけれども、かなりその実験に近いレベルの大規模な計算が行われました。それからこれ最後のやつは三層圏のグループが行ったものですけれども、アモルファス金属酸化物を特徴づける普遍的な中距離秩序構造の提案にも OPMX が用いられています。で、これまでの実績をいくつかここに書きましたが、こういう、かなり多岐にわたる系の計算にOPMX が使用されているということです。で、3つほどもう少し詳細に説明したいんですが、これは先ほど一番最初に説明した、ジルコニウムダイボライド状のシリセンの構造を同定したというものです。で、カーボンはハニカム格子でグラフェンを、形成することは分かっておりましたけれども、それ以外の14グループ14、カーボンの下に行くとシリコン、それからゲルマ、それからスズとあるわけですが、この下の方の元素、原子番号が大きいものがハチの巣格子構造を取るかということは、おそらくありえないだろうと、長らく思われていたわけですが、ここ数年実は状況がかなり変わってきておりまして、そういうシリコンであったりゲルマであってもハチの巣格子構造を取るということが実験的に分かりつつあるわけです。で、我々、理論のグループは幸いのことに、その実験グループのすぐ近くにいたので、すぐに共同研究を始めて、彼らが何か面白い構造がジルコのダイボライドの上にできていると、で、よく調べるとどうもそれシリコンのようなので、これは何なのかちょっとよく調べたいんですけどという相談を受けて、共同研究が始まって、で、我々ちょっと調べてみると、もともと蜂の巣格子構造を取っているようだということがすぐに分かって、で、それをいろいろと実験と比較していくと、ほぼ間違いないということが分かりました。で、例えばこれは、シリコンの 2P 状態の化学シフトの計算を実験と理論で比較したものですが、非常によく一致しておりまして、ほぼ間違いなく蜂の巣格子構造が取れていると。それからこの他にも、角度分解光電子分光のスペクトルを、先ほど申し上げましたバンドアンホールディングの方法を使って、バンドの分散を少し修正をして、で、それを実験と比べると非常によく一致しているということが分かりました。で、そういうことでほぼ間違いなくシリセン構造がジルコニウムダイボライドの上にできているということが同定されたわけです。で、次のものは、これは富士通研究所との共同研究なんですけれども、非常に大規模な電気伝導計算を行った一つ例です。で、グラフェンもしくはグラフェンナノリボンというのは非常に移動度が高いことから、シリコンに代わる新しいデバイス材料になると、皆さん期待されているわけですが、実際のところはフリースタンディングの状態で使われているわけではなくて、何らかの基板の上に、グラフェンナノリボンもしくはグラフェンを置いて、で、その上でデバイスとして使うわけです。で、その時に基板との相互作用がどんな影響をその電動特性に与えているのかということを、理論から何か示唆が与えられないかと思って計算したものです。
で、実際にシリコンの、この基板を作り、で、実験的にはこの表面だけが少しだけ酸化されたものができているということでしたので、こういう2つほどシリコンの酸化基板、表面酸化基板の構造を作って、で、その上にナノリボンを乗せました。これグラフェンのナノリボンです。で、その時どうなるかということを、計算したわけです。これはアームチェア型の、ナノチューブ、ナノリボンです。で、調べてみると、やはりその基板の上にこのナノリボンを乗せると、特にこのもともとは電流が流れないところでリーク電流、トンネル電流が流れて、オンオフ比が非常に落ちるということが分かりました。で、乗せないそのフリースタンディングの場合には、オンオフ比は10の12乗だったんですが、乗せることによって10の5乗まで落ちるということが計算で分かって、で、これは実は実験と非常によく整合しているということも分かりました。そういう非常に大規模な、これを計算をするためには、これ全部で3000原子くらいあるんですけれども、やっぱり基板をきちっと作って酸化させて、で、それなりに実験と比較できるように長いリボンを置かないといけませんので、かなりの大規模計算になりまして、3000原子の、大規模計算を実施したものです。で、もう一つ具体的な例をお示ししたいんですけれども、これは BCC 鉄と金属炭化物の界面構造を、これは新日鉄住金のグループと共同で行ったものです。で、実際にそのいろんなところに鉄は使われていますが、その鉄の、力学特性を改良するということは、非常に重要な問題です。で、鉄鋼材料のもともとのピュアな鉄というものは鉄鋼材料としては使えないものです。非常に柔らかくて、あまり粘りがない材料です。で、そこで、硬度であったり韧性を制御するために、今よく用いられている方法が、金属炭化物というものを中に析出させるんです。こういう円盤状で析出させて、その鉄のディスロケーションをピニングする役割をこの析出物に担わせるというものが考えられています。で、その時に、この析出物の構造が実は、サイズ、この析出物の直径に依存している、どうも依存しているということは実験的に分かっていたんですけれども、これがどのサイズで構造変化が起こるかということを理論的に突き止めたいという、そういうモチベーションを持って計算したものです。で、実際にやってみると、2つほど構造を考えたんですけども、コヒーレントのものとセミコヒーレントというものを考えて、ちょっとこれ重なっちゃって見えませんけれども、ここが界面、ここが界面になっていて、で、歪み、この、ラティスのミスマッチの歪みというものは、ほとんどがこの鉄側に押し付けられていて、こういうベンディングな構造を鉄側に生じさせるということが分かりました。で、最終的にこれ安定性を示したものなんですが、横軸がこの析出物の直径です。で、縦軸が安定性です。で、そうすると、直径が小さい時にはコヒーレントと呼ばれている界面構造が選択されて、あるところで、セミコヒーレントというものが選択されるようになります。で、実験値、この実験値を得ること自体が非常に難しいんだそうですが、これ実は推定値なんですけれども、実験から得られた推定値が大体2.2ナノメーター程度で、チタンカーバイドの場合にはそのクロスオーバーが起こると、構造のクロスオーバーが起こるということが分かっていて、で、計算で得られたものも実はかなり近くて、2.3ナノメーターくらいのところでクロスオーバーしているということで、ちょっとこれをもって完全に合っているかというのはちょっとまだ分からないんですけれども、それほど遠いところではないと。我々の計算は実験とそんなに遠くないところにあるんじゃないかなというふうに考えているというところです。で、この計算自体も非常に大規模な計算が必要で、チタンカーバイドの場合には4000原子を含んだユニットセルに対して構造最適化を行うことが必要でした。で、これはもう K ではないとできなくて、K を用いたことによる成果の一つです。で、実際のその計算イメージ、こういう計算どうやってやってるかということですけれども、そんなに簡単ではないというか、GUI を使っているわけでもなくて、
まずベスタ等を使用して、構造モデルを作成、まあ、ベスタだけではないですけど、いろんな小さなプログラムを作って、なんとかその構造モデルを作成しています。でそこまでできると、入力ファイルを、エディター等で、加工して、まあ、入力ファイルを作っていると。でそれを、まあ、計算機上で PBS システム等を使用して、ジョブを、まあ、どなたもやっていると思いますけれども、まあ、そういう普通の形でジョブを投げて、で結果が得られたら、例えば可視化であったら X クリステン等を使用して、まあ、結果を可視化しているという、そういうあのごく通常皆さんがやられているような形で計算をしているということになります。で、まあ、少し OpenMX のお話をしてきましたけれども、他にも、まあ、もちろん DFT というのは非常に、まあ、適用、応用するその範囲が非常に広いために、いろいろなところでもちろん DFT のソフトウェアというものは開発されています。で1990年初めより、まあ、複数の DFT ソフトウェアが公開され、一般に供されるようになってきています。で代表的なものだけここに挙げましたけれども、例えば CASTEP、 これはプレーンウェーブウルトラソフトシュードポテンシャルに基づいているものです。だいたい1989年くらいから、あの完全公開ではないですけども、一部コミュニティの中で公開が始まったようです。バスプは、これは1991年開発が始まった年だそうですけれども、バスプはもともとキャステップをベースにしていて、キャステップを、まあ、もらってきて、あのウィンのグループが開発を始めたという経緯があるようです。ウィン 2K は1990年くらいから公開が始まっていますし、 DMOL3 は1989年くらいから公開が始まっている。公開フリーソフトウェアとしていくつか代表的なものは、クォントムエスプレッソ、アブイニット、シエスタ等です。でこれは比較的遅くて、まあ、2000年前後から公開が始まっています。OpenMX は2003年、それから XTAP は私がちょっと調べた限りでは2013年から一般公開が始まっている。これは吉本さんが開発されているものですけれども、開発が進められています。で次にお示しするのは、実はいろいろなそのソフトウェアが公開されているわけですけれども、最近 それぞれのソフトウェアをあのきちっと評価しようという動きが非常に強くなっています。でその理由の一つは、実はマテリアルズインフォマティクスというもののせいだと思うんですけれども、どのソフトウェアを使ってどういう形でデータを蓄積していくかということを皆さんあの非常に真面目に最近考えられるようになっておりまして、でまず世界中にどんなソフトウェアがあって、でそのソフトウェアがどれだけ使われていて、でその精度がどの程度あるのかということをきちっとあの統計を取ろうという動きが、特にヨーロッパのグループが非常に精力的に行っています。でこれは、フリッツハーバーインスチュートのグループ、これ特にシェフラーが絡んでると思うんですけれども、まあ、中心となって DFT と量子化学、分子動力学計算に関する95種類のソフトウェアの引用数の統計データが、このウェブに行っていただければすぐに見ることができます。でやはりその有名なソフトウェアのガウシアンがあの引用数世界1位になっていて、で2番がバスプ、で3番があの、古典分子動力学のグロマックスということで、大体ここに最初のうちに並んでいるのはどれも有名なソフトウェアばかりです。で95種類、まあ、ずっと下の方に並んでるんですけれども、私が調べた限り、まあ、日本からは唯一 OpenMX だけが記載されていて、でこの統計によれば、個体の DFT のソフトウェアでは、まあ、13番目の引用数になっています。でこの引用数をどうやって調べたのか少し私はわからないんですが、まあ、大体私のその OpenMX に関しては当たらずとも遠からずになっておりましたという、まあ、統計もあのそういう状況になっているということです。それからもう一つ、先ほどマテリアルズインフォマティクスの話をしましたけれども、やはりその精度が非常に重要になっていて、まあ、例えば DFT っていうのは規定も違えば、それからコア電子の扱いも違いますし、それから積分の方法といろんなそのアーティファクト、数値的なアーティファクトを、まあ、導入しやすいんですね。でそのため、例えばシリコンのバルクを計算したとしても、コードごとに結構違うあの平行公式定数がリポートされていて、かなりそのエラーバーを持っておりました。
で、この状況は非常によろしくないということは皆さん認識されておりまして、で、この状況をなんとか改善したいということで、最近その標準化、制度の標準化、制度を測る上での標準化というものを皆さん行われています。で、一つはベルギーのグループが行っているもので、DFT、まあ、いろんな DFT のコードの精度比較の結果が、このウェブサイトに公開されています。で、まあ、一番最初のその彼らの、やっていたのは Win2K がまず参照であると。で、ここからどれほどその精度がずれているかということを測って、デルタファクターというものを使って測って表を作っています。で、その後、Win2K 以外の FLAPW のコードのグループが、それは結構不公平だということを言われまして、で、実はもう最近では4つか5つくらいの FLAPW のコードの相互比較も行われるようになっていて、で、そこから分かったことは、この比較を行った最初の段階ではかなり差異が大きかったんですが、大体2年くらいいろいろと議論があったようですが、その後、ほぼすべて有名どころの FLAPW のコードはほぼ同じデルタファクト、つまりゼロに近い値になっているということが分かっています。で、OpenMX は私もずいぶんもう前なんですけれども、2年くらい前にデルタファクターを測ってみて、大体2.0ミリエレクトロンボルトパーアトムになっていて、で、他のプレウェーブのコードとほぼ遜色ないということを、まあ、その時点で確認したわけです。で、デルタファクターとは何ぞやということですけれども、極めて簡単で、何かリファレンスのコードを使ってボリュームを変えてエネルギーを計算すると、こういうボリュームエネルギーカーブをまず書きます。で、別なコード2というものを使って同じような計算をすると、もちろん同じコードではないので少しずれるわけです。で、その時にこの斜線のずれた部分の面積をただ単に積分するだけなんです。で、もちろん無限にこの部位を変えることはできないので、参照系の参照しているコードの V0、平行公式定数 V0 からプラスマイナス6%の範囲内で部位を変えて、で、その時のこの斜線部分の面積を測るという方法です。で、これを、実は最近非常に大々的な調査が行われまして、17ですよね、17のコードの比較が行われました。で、世界中の有名どころのコードがほとんど参加しまして、で、私も入れてもらったんですけれども、70数名で論文を書きました。で、これあるジャーナルに投稿して、今アンダーレビューなんですけれども、大々的なそういうコミュニティベースでの、共同研究というものが最近行われています。で、ここからそのソフトウェア公開の、お話の方に移っていきたいんですけれども、まずソフトウェア公開をする上でどういうレベルがあるのかということですが、まず最初スタートラインは、まあ、研究室レベルであろうと思います。気心が知れたレベルでプログラムを共有、まずそこが第一のスタートラインであろうと思います。で、まず研究室の次に壁を越えていくわけですね。共同研究者の間での共有のレベルで、研究室の枠を越えて共同研究者間でプログラムを共有、ここには結構実はギャップがあるんじゃないかと思います。隣に座っている人にプログラムを使ってもらうのと、それから少し全然習慣が違う、何かそのプログラムを共有する上での認識が違うグループに使っていただくということですから、何かそのプロトコルに標準化が必要になってくるわけですね。それ第2のレベルで、次にだんだん大きくなっていきますけれども、講習会等を通した伝授のレベルで、開発者の把握している範疇で一定の教育を受けた方に使ってもらうという、まあ、第3段階です。で、そこを乗り越えていくと、ウェブ等を通した、まあ、一般公開、まあ、通常は無償だと思いますけれども、無償の一般公開で、GPL や開発者の取り決めたコピーライトのもと、ウェブを通じて一般公開していくと。で、このいうことをすると、外国人を含めた不特定多数の方が使用する可能性があって、一気にその、
ハンドリングというか、そのソフトウェアを公開する上での難易度が上がっていくわけです。で、この壁をさらに乗り越えて、どんどん発展していくと、まあ、特にアメリカで多いと思うんですけれども、あるところでやっぱりその研究室で管理ができなくなっていくんです。だんだんコミュニティが大きくなっていって、一研究室でハンドリングができなくなっていくと、まあ、やはり最終的には優勝製品として販売していくという道が取られていることが普通だと思います。で、日本では残念ながらそういうソフトはあんまりないんじゃないかと思うんですけれども、アメリカ、まあ、ヨーロッパではそういう動き、最終的にはそのステップが、まあ、取られることが多いように見受けられます。で、プログラム公開のメリットとデメリットを、まあ、思いつくものをいくつか書きました。まずメリットですけれども、自分の開発した手法やプログラムが他の研究者の応用研究にまず役立つという、そういう、まあ、分かりやすいメリットがあると思います。それから公開することによってユーザーからフィードバックが得られます。で、プログラムの開発にもちろんそのフィードバックを活かせば改良されていくと、プログラムが改良されていくということになります。で、共同研究の輪がもちろん広がっていきます。それから手法やソフトウェアに関連する論文が引用されて、で、まあ、その結果として、まあ、学会で評価される可能性もありますし、まあ、もしそれがうまくいけば職も得られると、何らかの形でアカデミックに職が得られる形になるかと思います。で、さらに有償でソフトウェアをもし販売するならば、まあ、収入があるという、そういうメリットも、まあ、非常に直接的な分かりやすいメリットですけれども、そういうメリットも生じてくるかと思います。で、一方でデメリットですけれども、やはりその自分だけが使うわけではありませんので、一般性のある、まあ、ユーザーというのは作ったその過程を全く理解せずに使うことが多いので、まあ、いろんな思いもよらない入力を与えることが多くて、そういう状況に対して対応できるような一般性のあるプログラム作成がもちろん必要になって、まあ、そのためには自分の研究のためだけに結果が得たいと思っている方には非常に面倒くさいと、時間がかかる作業になるわけです。で、プログラムをもちろん公開すればいいだけではなくて、マニュアルを作成しなければなりませんので、これはある意味非常に大変な仕事です。これは次回お話しさせていただきますけれども、非常に大変な作業です。それからプログラムの品質テスト、ただ単に公開すれば良いだけではなくて、やはりその使ってもらうことを考えた場合には、品質というものを保たなければなりませんので、その品質テストに非常に労力がかかります。それから不特定多数に、コンタクトされるように、もしそのソフトウェアが非常に有用であるならばコンタクトされ、その対応に、まあ、時間がかかるという、そういう研究者にとって特に時間が命なので、そのための時間がどんどんなくなっていくという、そういうデメリットがあります。それからプログラムの有用性が高まり、多数のユーザーを獲得すると、開発者の意図しないプロジェクトがいろいろと立ち上がって、まあ、想定外に責任が重くなり、まあ、最初のその開発の意図とはだいぶ違う方向に話が行くということは、私は実は結構経験していて、なかなかそういうことをハンドリングするのはそう簡単ではないと思っています。で、まあ、それにもかかわらず頑張ってそのデファクトスタンダードソフトウェアを作っていきたいと、まあ、思うわけですが、まずそれを目指す上でどういう条件が必要かということですが、まず高精度で信頼できる。我々のシミュレーションというのはその科学技術のシミュレーションであるので、なんとなくその結果が合っているように見えるという、そういうレベルではダメで、その精度が非常に重要です。高精度で結果が信頼できるものであるということが、その非常に重要です。それからそれを踏まえた上で、高速であると。精度が高精度であって、かつ高速であるということが重要です。それから、まあ、最近のその超並列計算機の発展に合わせて、高並列化も、この高速化の中に含まれていくわけです。それから重要なことですけれども、計算が非常にロバストであるということが、実はその公開ソフトウェアのまた非常に重要な条件になっていて、
ちょっと条件を変えて計算するとすぐにセグメンテーションホルトで止まるとか、ほとんどエラーメッセージもなく止まるというようなソフトウェアというものは、まあ、正直なところ使われなくなるということです。それはユーザーフレンドリーインターフェースがあることがもちろんこれは望ましいですね。それから他のソフトウェアができないことができるということも非常に重要で、計算仕様の独自性が高く、独自性が高いだけではなくて優位性がある、速いであったり精度が高い、そういう、それからロバストであるという、そういう優位性を持ったその新しい計算仕様が実装されていると、まあ、選択されていくのではないかと思います。それから英語のマニュアルが整備されているということに関しても重要なことで、これは次回少しお話をいたします。それからウェブ、それからデータベースが充実している、それからユーザーはそのいろいろなその計算実例を見ながら自分の計算ができるかどうか判別していきますので、まあ、計算実例がこういうウェブ等に非常に分かりやすい形でたくさん用意されていると、ユーザーにとっては非常にそのソフトウェアを使ってみようという、そういうモチベーションになるんじゃないかと思います。それからいざその計算をそのソフトウェアで使ってみると、やっぱりそのいろいろな問題にぶち当たるわけですね。でその際に、いろいろその聞ける人ですね、質問できる人が近くにいるか、もしくはコミュニティが非常に形成されていて、ウェブで検索することによって容易にその答えが得られるような状況になっているかということも非常に重要で、ユーザーのコミュニティがもう非常にこう他のユーザーを助けるような状態で形成されているということも非常に重要なことです。でソフトウェアの公開の際に留意すべきことを、まあ、私なりに過去十数年の経験からちょっと書いてみましたけれども、まあ、アイデアがある場合には形として、まあ、気軽に公開することが重要だと思います。あまりちょっと私いろいろなことを言いましたけれども、そんなことははっきり言って全部忘れてもいいと思います。まずアイデアがある場合には気軽に公開された方がよろしいんじゃないかなと。それただしデファクトスタンダードを狙うということであれば非常に覚悟が必要だと思います。でインターネットの時代、ほとんど全ての情報というものは容易に白日の元にさらされます、まあ、分かっておられると思いますけれども、ほとんど全ての情報は容易、簡単にそのアクセスできます。でユーザーは容赦なく類似ソフト間の値踏みを行います。でその情報は容易にユーザー間で共有されます。ただしウェブ上でいろいろとその例えばブログ等で書かれることっていうのはネガティブに書かれることが多くて、で他のリードオンリーメモリーでロムの方っていうのはその情報を見ることが多いので、まあ、残念なことなんですけどネガティブバイアスがかかっていることが私の今まで見てきたものでは多いと思います。で多くのユーザーはデフォルトの設定で期待する結果が出ないと諦めます。で他のコードの使用を検討することが多いと思います。でリリースした機能が認知されるまでには2年はかかります。何か新しい機能を使って、これすごいから使ってくださいという普通は思うんですけども、普通の人っていうのはリリースしたからといって使わないですね。バージョンアップしたとしてもそのバージョンをすぐ使わないことが多くて、2年や3年経ってから新しいバージョンを使われるということが大抵多くて、新しいその機能が追加されたとしてもまあ大抵2年くらいは眠ってるという、そういうことがよくあります。だ実はそのソフトウェアの開発っていうのはソフトウェアを開発するだけではなくて、コミュニティ自体も成長、同時に成長していかなくてはいけなくて、でコミュニティの成長っていうのは実は非常に時間がかかるんですね。時間がかかるので、まあ、そことうまくこう歩調を合わせながらソフトウェア開発をしていくということが重要です。で一旦覚悟を持って始めたら、もうこれはやめては絶対ダメで、初志貫徹でやめずに続けるという、そういうことが重要です。でなんかネガティブなことばかり言いましたけれども、それでもデファクトスタンダードのソフトウェアを開発するべきなんですか、まあ、思われる、そんなことには関わりたくないと普通の人は思うんですけれども、まあ、ちょっとそう思わないでほしいんですが、なぜかというと、実はソフトウェアというのは近い将来
物質科学のハブになると思います。基盤ソフトウェアというのは物質科学のほぼハブとして機能することは間違いなくて、それはマテリアルズインフォマティクスにも代表されるものなんですけれども、多くの情報がソフトウェアの中に集約されていきます。でデファクトスタンダードソフトウェアを開発したグループが、最終的にはその情報を握るわけですから、物質科学研究の主導権を握っていくようになると思います。で真ん中にソフトウェアがあって、例えばハードウェア、コデザイン、ポスト系のプロジェクトでもコデザインが始まっていますが、結局のソフトウェアがまずあるわけですね。それに合わせてハードウェアをどうするべきかということを考えるべきだと思いますし、ソフトウェアでどういうアルゴリズムを使っているの で、それに合わせて新しいそのいろいろな基本的アルゴリズムを改良していくと。でもちろんあの実験との共同も重要で、合成であったり大規模実験施設との連携の上でそこを橋渡しするのはやっぱりソフトウェア で、そこがうまく回っていくと何か新しいサイエンスが出てくる、計算とそれから何か理論的な詳細な解析からそれは実験も合わせて新しいサイエンスが生まれてきます。でそういううまいあのサイクルができていくと、やっぱりその産業界にも何か恩恵があって、そこでもやっぱりソフトウェアが重要ですし、何か産業界の方があの計算科学をやろうと思ったら、やっぱり何か計算できるソフトウェアをまず探してきて、でそれで自分たちの計算したい機能、何物質が計算できるかどうかというのをまず判断されるので、やっぱりそこでも何かそのハブとなるようなソフトウェアが必要で、こういうあの物質科学の全体像を見た場合にはデファクトスタンダードのソフトウェアを作ることは非常に大変ですけれども、これをやめてしまうとあの物質科学の研究のイニシアチブを失ってしまうことになるので、絶対にあのやめてはいけないと思っています。で、そういうことで少しあのもう少しだけ時間があるかな、あの中身の方にちょっと入りたいんですけれども、まず私たちがそのプログラム開発において留意していることを少しここに列挙いたしました。もともとのそのモチベーションは方法論の開発のプラットフォームをしたいということだったので、方法論の開発を行いながらプログラム開発を行っている場合には実は多くのアイデアがうまくいかないんですね。なんかアイデアがあってプログラムして数値実験してみてもうまくいかないということが非常に多くて、で対応するせっかくプログラムを作ってもその実装は無駄になるということが多々あります。でこの際にこういうその新しいアルゴリズムとか手法の開発を行っている際に重要なことは、この3つのサイクルをできるだけ早く回すということで、アイデアをまず考案する、で実装して数値的に実験で、2のその数値実験の結果を踏まえ1に戻ると、このサイクルを可能な限り早く何度も何度もいろいろとトライアンドエラーでやるということが重要です。でこのサイクルをいかに効率よく回すかということに私は結構留意しておりまして、1はあの根本的なところで煮詰まることが多いんですね。非常に煮詰まることが多くて時間を要します。で従って2の部分を可能な限り0にすると、ですぐに結果を得てすぐ1に戻ると、そういうサイクルを確立することが重要で、2を最短にすることを常に心がけています。でプログラムを作ること自体は目的ではないので、もうとにかく早くプログラムを作って実験するということをしています。そういうことを心がけて開発しています。でプログラムの可読性や再利用性にもちろんあの公開の際には留意しています。でそれ以上に実はあのユーザビリティの向上も重視しておりまして、ユーザビリティの向上、ユーザーが使いやすくするということですけれども、向上のためには可読性や再利用性の低下も辞さないです。で私がいろいろな方とお話ししていると、どうもその逆な方が多くて、そのプログラムの前のためのプログラムを作っているような方がどうも多いように見えて、実はあの公開を考えた場合には逆なんですね。そのユーザーがまず第一なので、中身のプログラムが多少複雑になったり汚くなってもそんなことは実は重要なことではなくて、そのユーザビリティの向上が一番重要で、
その部分を実現するためには、その可読性であったり再利用性が低下しても気にしないと、そういうことでやっています。でユーザーの知る必要のない複雑な部分は、可能な限りユーザーには見せずに隠蔽するように心がけています。いろんなそのソフトウェアを見ていると、必要のないインプット情報を要求するコードもあるようですけれども、そういうものは見せてはいけないと私は思っていて、そこはもう全部隠蔽しないといけないです。隠蔽して本当に必要なところだけをユーザーには見せるように心がけています。それから可能な限り低メモリー化、高速化を目指しています。でしかしそれ以上に実はプログラムのロバスト性がまた重要です。で、OpenMX のプログラムの全体構造ですけれども、プログラム言語は C と Fortran 90で書かれています。で、265個、これはバージョン 3.7 の場合ですけれども、公開している最新バージョンです。265個のサブファイルと、それサブルーチンをちゃんと数えてないんですけど、おそらく多分1000個弱じゃないかと、900個からまあ1000個くらいかなと思っています。で、21個のヘッダーファイルがありまして、全体の行数を30万行程度で、メイクファイルによるコンパイルを行っていて、でエルパというその外付け の固有値ライブラリーを組み込んでいます。これは GNU-GPL で公開されているので、必要な部分だけを抜き出してきて OpenMX の中に直接組み込んでいます。それで再配布しています。それからラパックとブラスト FFTW は外からリンクする形をとっています。それから MPI、OpenMP によるハイブリッド並列を、実装しています。で、これは非常にバックボーンの簡単なとこしか書いてませんけれども、メインの制御ルーチン OpenMX があって、構造解析、メモリー割り当て、通信パターンの割り当てをトランケーションというルーチンで行っています。その後 SCF 計算、全エネルギー計算、力の計算を DFT というところで行って、でその後分子動力学、構造最適化を MDPAC というところで行い、で計算が終わったら結果の出力をアウトデータというルーチンで行っています。で、少しこれは他の開発者の方に文句を言われたことがあるんですが、コモン関数とコモン変数をこの OpenMX.Common.h の中にかなりたくさん書き込んでおりまして、これがちょっと後で開発がたくさん進んだ段階で後から参入してくる方に結構バリアになっていて、かなりの変数がコモンで宣言されているので、そこは少し問題なところです。ただし私自身は実はこちらの方が良いんじゃないかと思っていて、それは引数がやはりあまりにたくさんだとコードが非常に書きにくいので、歴史的な経緯もあるんですけれども、かなりコモン変数をこのヘッダーファイルの中で宣言しています。で、最後今日の最後の話題ですけれども、少しだけ私のプログラミングの Tips をだけ少しだけ紹介します。で、何人かのその共同研究者の方と、開発を共にしていると、結構デバッグで詰まる方が実は多いなという印象を持っていて、2つほどちょっと紹介したいんですけれども、デバッグが難しいバグの一つは、やっぱりそのメモリの領域侵害だと思います。配列のアロケーションが間違っていたり、デアロケーションを忘れていたりすると、セグメンテーションフォルトで落ちるということがよくあるわけです。で、しばしば落ちる箇所が、バグが存在する場所と、離れておりまして、これがデバッグを困難にしているんですけれども、次の方法を取っていただければ、100% デバッグできます。で、まず落ちる箇所 P を特定してください。これは誰でもできると思いますね。で、落ちる箇所を簡単化した最小プログラム単位 U というのを作成します。で、その最小プログラム U を落ちる箇所 P から遡って挿入し実行します。で、二分法を使って3を繰り返し、落ちる位置の最上流箇所 M を特定します。
読んで見つかった最上流箇所 M の直前の処理中にほぼ 100% バグが見つかります。でもう少し図で説明しますけれども、セグメンテーションフォルトでもし落ちたらまず落ちる箇所 P を特定してください。この場合には例えばこれループ構造をとっている中でこの行で落ちてしまうとなんでかなということになると思います。でそこでまず見てすぐに分かる場合にはよろしいんですけれども、なかなかなんで落ちるか分からないということも多いと思います。でその時にはまずその落ちる最小プログラム U を作成します。この落ちる箇所に関係する構造を抜き出してきて一番簡単な、まあ、これどれをもって簡単かというのはあるかもしれませんが、できるだけ簡単で計算に影響を与えない形の最小単位プログラムというものを作成します。でもしこれができたら、ここが実は腕の見せ所で、ここができるかどうかですけれども、これができてしまうとあとは簡単で、落ちる箇所 P から戻ります。戻ってこれをはめ込みます。はめ込んでまず最初にここにはめ込んで計算してみると、この落ちない、ここでは落ちないということが分かったとします。でもちろんずっと来るとここで落ちるわけですが、ここにはめ込んでもここでは落ちないわけですね。でここにこれがあると落ちちゃうわけです。でそこでちょっと戻ります。ここに戻ってきてここにはめ込んでみます。はめ込んで今度落ちちゃうわけですね。で今度はじゃったらもう一回戻って二分法でこっちへ戻ってここにはめ込んでここで落ちるということであれば、この狭い範囲内に何か問題があるということが分かって、ここを調べればいいだけなので、落ちる箇所と落ちない箇所に囲まれた狭い領域を詳細に検討すればほぼ 100% バグが見つかるという、私はほぼ常にこれでバグを特定しています。それからもう一つだけ紹介したいんですけれども、これは当たり前の話なんですが、どうも多くの方がやっていないようなので、まあ、これは大事ですよということをちょっと強調しておきます。非常に複雑な計算コード皆さん書かれていると思いますけれども、複雑な計算のデバッグはやっぱり難しいですよね。でその時に、私はどうしているかということですが、手計算やマセマティカを用いて紙の上で計算を非常に丁寧にまずトレースしておきます。数値的にトレースします。バカみたいにもとにかく書きまくってトレースします。で、プログラム中の各ステップで数値、この紙の上で出てきた数値とプログラムが吐き出す数値が同じであるかどうかというのをもう逐一こう調べていきますということをしていくと、ほぼ 100% この場合でもバグが取れます。で並列計算の場合非常に難しいと皆さん言われますけれども、それも全く同じで、通信パターンや通信量を紙の上で全部きれいにトレースしていきます。まあ、私もよくやってるんですが、こういうテーブルを作ってもう全部こう調べていきます。どういうパターンで通信が起こって、でその通信の際にどれだけの量が通信されているかというのをまず紙の上で全部調べておきます。でその後にそれが実際に同じことが起こっているかどうかというのをプログラムで確認していくと、まあ、ほぼ間違いなく並列化の際のバグも取れるということになります。で、まあ、腕の見せ所は紙の上でトレースできるレベルの適切なモデルです。あんまり簡単すぎてもダメですし、あまり難しすぎてもトレースできないので、ちょうどいいレベルのモデル設定をできるかというのが、まあ、腕の見せ所で、まあ、それができればあとは丁寧にやるだけです。で、まあ、一つだけ副産物、こういう通信パターンをちゃんと調べた副産物として全く意図していなかったんですけれども、FFT の並列化を同じような形でいろいろと やってたんですね。こう紙の上で書いて通信パターンを調べて通信量をずっと調べていくと、それまで提案されていた、並列化手法よりも通信量が少ない分割方法があるということが分かって、でそれは論文の形になったので、まあある意味当たり前のことですけれども、丁寧に並列計算の場合にも通信パターンと通信量を逐一全部トレースしていくというのが有効なことではないかと、非常に重要なことではないかと思っています。
で、以上、今日のお話はおしまいにしますけれども、ここに書かれている内容を順番にお話しさせていただきました。以上になります。